ストリングスホテル東京インターコンチネンタルは東京都港区江南2丁目にある高級ホテル。経営はベストグローバルマネジメントはアイハグ a n a ホテルズグループジャパンが行うインターコンチネンタルホテルズグループに属す。2003年5月20日、品川駅港南口の品川イーストアンタワーの26階から32階にストリングスホテル東京として開業。 パークホテル東京やフォーシーズンズホテル丸の内東京、グランドハヤット東京等の開業と前後しており、全日空ホテルズのフラッグシップである東京全日空ホテルを上回るグレードを目指して、全日空 ANA の極をあえて名称に取り入れなかった。定型ホテルではないが、建物は大東県宅の自社ビルである。当初よりホームアウェイ、フロムホームをテーマとしている。 インターコンチネンタルブランドへの変更後、リーフレット表紙に表記された。2006年秋に全日空ホテルズが、アイハグ、ANA ホテルズへ、組織変更を行い、2007年5月20日に、ストリングスホテル、東京インターコンチネンタルと解消した。2014年1月1日付で、現在のブランドと名称を維持したまま、経営権が、ホテルインターコンチネンタル、 東京米及び横浜グランドインターコンチネンタルホテルを資本参加に持つベストブライダルに譲渡された。ベストブライダルは運営主会社として株式会社ベストグローバルを2013年11月25日付で設立し運営にあたる。高速インターネット通信完備の客室全206室レストランはフランス料理券バーのザダイニングと 中国料理、チャイナシャドウの二つ、他にフィットネスルーム、ビジネスセンターなどを備えている。宴会場は219平米の中規模なものが一室、あるのみだが、他にチャイナシャドウ内に個室が四室ある。建物中央部は26階から32階まで大きなアトリウムとなっている。その中央部にザダイニングがあり、それを囲む池の上にはガラスの橋が架けられている。 客室は最も標準的なデラックスルームで30平米前後と広さは最近の高級ホテルとしてはやや狭いものの GA デザインによるモダンなデザインと高層階からの眺望が楽しめる。ありがとうございます。